はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、カプセルプラレールのモーター車で走らせようっていうですね、やつを3回やってきましたね。こちらですね、なんと、3種類しかラインナップがないみたいなんでね、しかも全部モーター車、ね、カプセルプラレールでモーター車ってさ、1回もやったことないからさ、ぜひね、やってみたいなと思って3回回してきました。もちろんですね、フルコンプを目指してみたいと思いますね。はい、で、パパね、買ってきてもすぐこう袋入れたの、だからね、何が出たか知らない。はい、で、ここに今あるんだけど、まだ見てないね。パパメーシングも見てないです。では早速開けていきましょうか。はい、はい、こちらですね、カプセルプラレールのモーター車を走らせよう編ですね。なんとなくわかるななんとなくわかるね。はい、では早速開けていきますよ。はい、ガチャッと、あらちょっと強引だったけど、お、あ、新幹線、新幹線。じゃあちょっとエシン君、これ開けてもらえますか。ラインナップは3種類で、 N700系 新幹線と EF81 トワイライトエクスプレス、それと EF66 型12号機、この3種類がラインナップされてるみたいだね。はい、はい、そしてこちら今回出た N700系新幹線だね。モーター車って形が全然違うんだね。びっくりした、初めてだからね。で、ここ外せばカバーになってる。なるほど、で、ここでオンのスイッチ入れるんだ。はい、やってみて。あ、動く動く。また。電池入ってるわけね。あ、これは嬉しいわ。嬉しい。後で走らせてみましょうね。はい。では2カプセル目いきましょうか。はい、今回は黄色のカプセルだね。ガシャッと。はい。お、これは？EF66 型12号機。これだ。貨物車みたいなやつだね。おお、いいねこれ。いいじゃん。じゃあ最後の3カプセル目開けましょう。これはね、青だよ。あれ、さっきと同じか。同じカプセル。はい、じゃあ開けましょう。はい、あ、なるほど。どうやら N700系新幹線。なるほどね。なるほど。まあでもいいよ、いいよ、いいよ。モーター車出たの。そう、あのね、今回ね、新幹線が出ればいいなと思ったから出たし、実際。じゃあ2個も出たよね。そうだね。じゃあカプセルプラレールの線路組んでちょっとやってみましょうか。走らせてみましょうか。はい、はい、はい、それではですね、カプセルプラレールのレール1周組んでみましたね。はい、じゃあこの状態で1回このモーター車走らせてみましょうか。はい、はい、お願いします。せーの。お、早いね。早い。あ、いいじゃん。いい、こうなったら何周も回れる。すごい、楽ちん。結構いい。はい、3周目。使えるスピードだね、これね。全然 OK でしょ。一回じゃあ止めて、客車をつけてみようか。新幹線のちょっとね、客車がなかったので、全然違うけど、貨物車をちょっと発車してみましょうか。いや、これ貨物車じゃない。単数車だ。単数車だった？まあいいや、まあいいや、いいよ、いいよ。やってみましょう。単数車。いくよ。おい、行ける。行ける。全然 OK じゃん。全然 OK。あ、これはいいね。これはいいな。すごい、すごいと思うけど。おー、いいね。はい、続いてこちらの EF66 型12号機、これも発車してみましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。これ貨物列車だから、これ合うね。そうだね。ああ。OK ですか。ついたついたついた。 OKOKOK。 おお、これもうラッキー。ああ、問題ないね。おお、いいね。すごい。あ、いいね。はい、じゃあちょっとね、強引だけど、このモーター車3台全部走らせてみましょうか。はい、はい、前からやった方がいいね。はい、はい、じゃあお願いします。これこれこれ、オッケー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 。待って待って、すごい、モーター車だからできることだな。しかもカプセルプラレールってちっちゃいからさ、この感覚で走らせられるのはいいね。なんか上がぶつかってきそう。受けちゃう、ぶつかる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 、あ、くっついちゃった。もうちょっとくっつけや。貨物新幹線になってね。そうだね、全部くっついちゃったね。くっついた。はい、ということで今回はカプセルプラレールモーター車を走らせよう編でした。